どうも皆さん、こんにちは、みです。今日の動画では9月場所の十両の番付を詳しく見ていきたいと思います。それでは早速いきましょう。9月場所の十両の番付はこんな感じでした。まず東の十両筆頭は千代翔馬でしたね。先場所は5勝5敗5休という結果で幕内から十両に陥落ということになりましたね。まあ、この力士もね、十両がちょっと長くなってきたなという感じはしますね。どうなんでしょうかね、今場所は。そして西の筆頭が阿武咲ですね。阿武咲は先場所東の前頭5枚目の地位だったんですが、3連敗そして休場ということで、今場所は十両に落ちてしまいましたね。阿武咲が十両に落ちるのはいつ以来なんだっていうぐらい久々に十両に落ちちゃいましたね。もうずっと、まあ、長らく幕内でやってきたんですけども、って感じですね。本当いつ以来だろうって感じです。まあ怪我の具合がね、どうなんのかなっていうのはありますけどね。もともと最高位は小結び、まあ、非常に力があって器用な力士なんですけども、ここ2場所は、まあ、休場と負け越しということで、かなりね番付を下げましたね。5枚目から一気に十両まで落ちちゃうんだからね、厳しいよねって感じはします。まあ、年齢も貴景勝と同じ28歳ということで、まあもう若手ではないね。もういつまでも若手のイメージだけども。十両では、まあ怪我さえ治ってれば余裕で来場所の幕内復帰というものは叶えそうなので、怪我の具合次第って感じですかね。そして西の筆頭、時疾風ですね。先場所は7勝7敗で迎えた千秋楽。白熊に勝てば幕10期、白熊が勝てば優勝というところで、白熊に負けてしまって幕内復帰と勝ち越しを逃してしまいましたね。まあ、分かりやすく左四つが得意な力士ですけども、まあ、まだね幕内に戻る大きなチャンスですから、今場所も頑張ってほしいですね。僕が行った宮城の仙台巡業でも、まあ、宮城県出身ということで大歓声を浴びていました。あの声援を糧にね、頑張ってほしいという感じですね。そして西の2枚目が獅子ですね。先場所は優勝争いを繰り広げましたね。千秋楽で伯桜鵬に敗れてしまって、まあ、優勝の目はなくなったんですけども、自身初めての2桁勝利ということで番付を一気に最高位更新しましたね。これまでの最高位が5枚目だったので、まあ、大きく上げたという感じですね。まあ、成績次第では新入幕も見えてきますけども、どうでしょうかね。はい、先場所の獅子は何が良かったのか僕は分かりませんが、結構勝っていましたからね。なんだろう、パワーが上がったのかな。そして東の3枚目、玉正鳳。先場所は9勝6敗ということで、2場所連続の勝ち越しで、まあ、番付を上げましたね。3枚目。まあ、玉正鳳は、なんか一時期、昨年とかね、結構、中盤まで元気やったんだけど、途中で、なんかあれと思って、勝ったり負けたりの場所が続いてきましたが、再び番付を上げてきましたね。まあ、相変わらず体は大きくないんですが、まあ、何でもする、何してくるかわからないというところで新入幕を目指すという場所になりそうですかね。西の3枚目、朝乃山が十両の3枚目まで落ちましたね。先場所は4日目で大怪我をしてしまい、まあ、全治半年とも1年とも言われている怪我ですが、十両にね落ちてきてしまいましたね。まあ今場所も出れないし、まあおそらく来場所も出れないと思うので、まあ、来場所には幕下に陥落してしまうのかなと思います。まあ本当に怪我がね
増えてきてしまってはいますが、まあ、ただ X とか見てるとね、高砂部屋が平塚、神奈川の平塚で合宿している中で、まあ、上半身を鍛えたり、もうファンの方と触れ合ったりね、する様子も見受けられました。まあ、非常にポジティブに、リハビリに挑んでいるような印象はね、受けましたけどね。復活を待ちたいと思います。そして東の4枚目が志摩ノ海ですね。志摩ノ海さん、いつ落ちても不思議じゃないぐらい重量下位でさまよっていましたが、ここ2場所は連続勝ち越しということで3枚目まで番付を上げましたね。重量って本当2場所とか勝ち越すと一気に番付上位に来ますね。もともと幕内の3枚目まで行った力士なんですが、年齢も35歳という中で今場所はどうなるでしょうかね。西の4枚目、島津海、先場所は10勝を挙げました。もともと幕内でも勝ち越せるだけの力はありましたが、まあ、怪我の影響で番付を下げていて、まあ、先場所はね、かなり動きも良かったなという感じはありましたね。なんといっても立ち合いからのもろ差しというところで技術がピカイチですから、もうね、まあ、以前の豊ノ島さんみたいなうまさもありますけども、この人も幕内を目指す場所となりそうですね。東の5枚目、大奄美。先場所は負け越しということで、ここ3場所連続で負け越しています。まあ、重量の上位と幕内の下位をひたすら行ったり来たりしていますけども、大奄美、今場所は半年ぶりの勝ち越しを決めてほしいなとは思いますね。まだまだ頑張ってほしいですね、大奄美。そして西の5枚目、伯桜鵬。先場所は久々に2桁勝利となりました。11勝4敗。まあ優勝にもね、絡んで、もしかしたらって感じでしたけどね。まあ動きもだいぶ戻ってきたような印象はありますね。まあ部屋のごたごた、怪我もあり、かなり番付を下げて、そして復活してからは、ちょっと苦しい感じだったんですけども、だいぶなんか動きと、体にキレが戻ってきたなという感じはあります。今場所は西の5枚目ということで、新入幕も勝ち星次第ではね、見えてくると思います。やっぱりね、大の里だったり平戸海だったり熱海富士だったり、年齢が近い若手の力士が上位で活躍していますからね。まあ、先日まだ21歳になったばかりですけども、上がってきた頃のあの、なんでしょうね、雰囲気みたいなものを再びまとってほしいなとは思いますね。そして東の6枚目が英乃海関ですね。先場所は9勝6敗と勝ち越しました。十両の6枚目とこの辺まで番付を上げるのは約2年ぶりということなので、この人も35歳の大ベテランになってきましたね。息が長い。もう一回ぐらい幕内で頑張ってるところを見たいと思います。そして西の6枚目はその英乃海関と同じく木瀬部屋の紫雷さんですね。先場所は8勝7敗ということで、自身初めてですかね、十両に昇進してから2場所連続で勝ち越しています。自己最高位更新ということになりました。まあ、じわじわですけどね、番付を上げているなという感じです。仙台巡業でもお会いしましたけどね、相変わらずユニークで優しくて、はい、応援しています。そして東の7枚目剣翔関、この人も先場所は負け越してしまいました。3月場所の大怪我から負け越しが続いていますが、むしろ僕からしたらよくやっているなという感じはありますね。頑張ってほしいですね、剣翔関。そして西の7枚目水戸龍、この人久々にここまで番付を下げましたね。十両の上位でひたすらでやってたんですけども、先場所3枚目で6勝9敗ということでかなり番付を下げました。まあ今場所は勝ち越すんじゃないかなという、そんな気はしていますね。先場所も大野勝に勝った相撲とかね、本気出してたんで、
本気出して頑張ってほしいと思いますけどね。6枚目と7枚目は全員日大出身となりましたね。5枚目は大奄美か、はい、日大出身の重量力士多いですね。東の8枚目は朝香里、こちら日体大ですね。先場所は優勝争いの予想にも入れてたんですけどね、序盤4連勝は良かったんだが、そこから連敗してしまったということでした。まあ弟も入ってきてね、また刺激があると思うので、ここからまた頑張ってほしいですけどね。そして西の8枚目が白鷹山となっています。白鷹山といえば先日のテレビ番組での大食いが話題でしたけど、めっちゃ食うんですねあの人ね、知らなかった、はい、まあ、食いそうな体はしていますけどって感じですね。そして9枚目大翔鵬、2場所連続5勝10敗ということで番付を下げましたね。まあ重量でねエレベーターが続いていますって感じです。そして妙義龍さんも先場所は負け越してここになってしまいました、まあ、ただ5月場所の大敗から比べたら持ち直したのかなって感じはします。ただそれでもここまで5場所連続で負け越しており、その間に番付もかなり大きく下げることになってしまいました。まあこのね年齢ともなるともう37歳ですからね、一場所一場所が勝負になってくると思います。目に焼き付けとこうって感じですかね。そして東白龍、東白龍も先場所は散々な感じでしたね。8連敗スタートと、よくここまで持ち返したなっていう感じはしますね。3場所連続で負け越しということで、ほんとね、重量の上位でずっとやっていて新入幕も果たした力士なんですけども、最近は元気ないですね。東白龍は5月場所の終盤5日間5連敗して、そして先場所8連敗したので13連敗してたんですね。これはきついですね。そして藤青雲、先場所は久々の返り十両で9勝6敗という成績でしたね。怪我なかったらやっぱ強いね藤青雲。友風、この人は先場所改名したんですけども途中休場となってしまいました。2場所連続負け越しで、まあ、番付もねかなり重量の下の方まで落ちてきてしまったという感じですね。そして西の11番目、ここに位置したのが武尊富士ですね。武尊富士といえばもう説明不要ですけども、3月場所幕内で優勝しました。5月場所全休、先場所は3日間じゃなくて2日間だけ出てね、2連勝してまた休場となりましたね。2連勝した相撲がとにかく完璧だったので、武尊富士の強さっていうものはね全く1ミリも衰えてないなという感じはしましたね、まあ、今場所はさすがに出てくるとは思うんですけども、どこまで状態がね戻ってきているのかなっていうのは、まあ、ちょっとと疑問ですね。まだ申し合い稽古も再開していないみたいだし、まあ、出てくるのはね出てくるとは思いますけども、どうでしょうかね、まあ、怪我がね8割ぐらいに戻っていれば、まあ、全然優勝とかもねあり得る番付だと思いますね、まあ、今場所は15日間相撲が見れることを期待したいですね。そして新十両力士、まずは1人目大青山ですね。嵐尾部屋の大青山、中国内モンゴル自治区出身です。先場所東幕下2枚目で7戦全勝ということで、この人は出場した場所は負け越しなしで新十両ですね、まあ、スケールも大きい、192cm 157kg、右四つが得意と言いつつ、なんか左四つ気味の立ち合いに行ったりと、まだまだ荒削りな印象はありますけども、その分伸びしろって感じですかね、まあ、幕下上位で全勝優勝できるんでね、重量の回でも大きく負け越すっていうことはないかもしれませんね。そしてもう一人新十両木龍光ですね。この人も新十両を達成できました。3場所連続の勝ち越しで一気に新十両という感じです。21歳、熱海富士と同い年ですかね。元時津風親方
方の長男ということで、まあ、体はそんな大きくないんですよね。ただ、まあ、首入れたりとか、まあ、非常にうまさがあります。まあ、粘りがあったりね、スタミナがあるというのも長所だと思います。どうなんでしょうね、重量でどこまでやれるんだろうね。まあ、重量の力士に普通に勝ったりしているのを見ると、まあ、そこそこやれるのかなと思いますけどね。やっぱり15日間やる中で長い相撲がね、まあ、多い力士でもありますから、体力的なことで心配はちょっとあるかなと思いますね。まあでも今場所注目の力士ではあります。そして13枚目碧山、この人も負け越しがずっと続いて、もう番付もほぼ後がないとこまで来ましたね。3場所連続で西の十両11枚目をやっていたんですけども、ね、元関脇の実力者が関取陥落直前まで来ています。西の13枚目千代栄ですね。この人は先場所大きく負け越しました。2場所連続負け越し中ですね。落ちそうで落ちないというところを続けていたんですが、再び後があんまりない番付まで下がってきてしまいましたね。ただこの人も関取結構もう長くなってきましたね。そして東の十両最後は嘉陽ですね。先場所新十両で7勝8敗と千秋楽で勝ち越しのチャンスがあったんですが負け越してしまいました。ただそれでも7勝していたということで今場所も十両に残れましたね。まあ、個人的には結構勝ったなという印象はあるので、今場所さらに稽古が続いていれば勝ち越しもあるかもしれません。そしてもう一人幕下から十両に昇進したのが大将海ですね。嘉陽とは同じ新潟海洋高校出身ですね。2場所ぶりって感じですね。3場所十両を務め、そして先場所落ちていたんですが、しっかり1場所で戻ってきました。まだまだね、立ち合いとかに甘さがあるので、十両でさらに番付を上げるにはもっとこう力をつけていかないとはいけないと思いますが、まあ今場所もねしっかり頑張ってほしいなという感じです。はい、ということで十両を見ていきました。まあ、重量の注目は何といってもやっぱタケル富士ですよね。タケル富士がどこまでやれるのか、そのタケル富士と優勝を争っていくのは阿武咲だったり獅子だったり、まあ、白鵬鵬だったりするのかもしれません。まあ、白鵬鵬とねタケル富士が同じ部屋というところで、そこはねこの2人優勝争いは一つ、リードするところかもしれませんね。まあ、阿武咲が久々の十両ということで、まあ、怪我明けではあるんですけども、実力はねやっぱ一枚抜けてると思うので、この人と武富士って感じになっていくんじゃないかなとは思いますけどね。はい、ということで十両終わり。アディオス。